どうもこんにちは。新規 YouTuber 新規版の高橋です。本日は体力増強無病長寿に効くツボを紹介したいと思います。そんなねスペシャルで特別なツボがあるのという話なんですが、ありましてですね、ツボの名前は足三里と言います。おそらく皆さんね、足三里は機会があると思うんですけど、この足三里ツボの中でもね一番有名かもしれないですね。やはりねその有名でポピュラーだけあってここのも多いんですけど、まず最初に場所を確認していきましょう。足三里の場所はですね、足の膝下の外側にあります。この緑の点が足三里になりますね。で探し方はですね、まずですね膝下の、皿の下のくぼみありますね、その象さんの鼻みたいななっているところのこの外側、こっちの点をですね、取られます。これはあの、徳尾っていうですね、また別のツボなんですけど、その徳尾から足三里はですね、指4本分、こう下にいたところですね。こう当てて、4本分なんで、いくと、ここにありますよ、という感じです。で、これ、ご自身のですね、すねのですね、骨に合わせて下がっていってください。僕、ちょっとかなりね、O脚なんで、こう、膨らんでいってしまいますけど、それはご自身のすねの形に合わせて下へ下がってください。でもちろん左右にありますんでね、こちらもはい確認していてください。で、押し方はですね、こういうふうに簡単にタイプ座りになっていただいて、指4本ですねこう合わせてですね、足三里に中指を置いて、でこう揉んだりですね、回したり横に遮ったりですね、簡単にマッサージするというようなやり方で大丈夫だと思います。はい、でそれをですね、3分一緒にやっていきましょうか。じゃまず足三里を探していただいて、はい、では3分測っていきますんで一緒にやっていきましょう。はい、いきますね、やってて、最初は長そうね、筋肉が縦に走っているのでそれを遮るかのようにですね、こう横に縦に走っている筋肉を遮るかのように横にですねクリクリとこういうふうに押すのがいいかもしれないですね。そのうちねこう回したりで回すのも時計回り逆時計回りみたいな感じですね、ご自身が気持ちいい範囲でやっていただくといいと思います。で圧はね、そんなにギュギュ押さなくてよくて、あんまりこうギュッとしてすごいツーンとするね、痛気持ちいい感じが、鋭く感じるツボではないと思うんですけど、だいたい押してるとね、なんとなく凝ってるなという感じがあるので、凝ってるなという感じはあると思うので、そうですね、優しく和らげてあげるというような感じで押してもらってください。これで、残り1分半ぐらいですね。あとちょっとね、同じとこやってると他のところの凝りが目立ってくると思うので、少しね微調整微調整いただいて全然大丈夫ですのでね、こう下の方までこう行ってもらっても大丈夫ですよ。でなるべくゆっくりですね、静かに呼吸しながら押していってください。はい、残り1分です ね。このツボは松尾芭蕉もですね、奥の細道を旅するときに足三里ですね呼吸をしながら旅したというふうにですね言われていて、昔からでも有名なそうですね。ちなみに皆さんは松尾芭蕉の奥の細道のがどこで終わったか、奥の細道の結びの地というのはご存知でしょうか。実は奥の細道と結びの地はですね、岐阜県大垣市にあるんですね。
ですよ。はい、ね、大垣市の PR もしとかないとね。はい、残り水曜になります。はい、はい、終わりました。ということでね、まあ、最後なんとなく優しくですね、撫でていただいて、でどうですかね、ちょっと立った感じ、さっきと比べてかなり足がね、軽くなってる感じがすると思うんです。でもちろんね、足にあるので、場所もね、旅中に気を押しながら旅したということで、足の疲れにもとてもいいですね。でこれがね、なんで体力増強ないし無病長寿にいいかっていうとですね、まあ、いくつか理由はあるんですけど、足3人も特殊能力があるツボでして、まあ、特殊能力もね何個かあるんですけど、そのうちの一つのね、歯槽血という特殊能力を持ってまして、歯槽血っていうのはその体の部位をですね4つに分けた時に、それぞれにですね、顔、頭、首、お腹で背中と分けた時にですね、最も効くツボはこれだよっていう風な特殊能力なんですけど、でこの足3人はですね、腹周り、歯槽血の中でも腹周りには足3人という風に書かれてまして、うん、まあそれだけ、お腹周りの疾患ですねにとても効きますと。なんで下痢、便秘、食欲不振とかね、消化器系全般の疾患によく効きますよという話で、まあこれもう一つ加えるとあれですね、経絡的に言うとこれは異形に属しますので、火の大切さはこちらの東洋医学講座の方で述べてきましたけど、まあ、そういう理由からまず足三里っていうのはとてもお腹にいいと。で足三里にですね針を刺すことによってこの腹腔ですね、腹腔内の血流増加がですね報告されていまして、足三里を刺激することによってですね胃腸の機能を高めて、まあ、その分ですね栄養もしっかり吸収できて排泄もきちんとできるよという体になりますので、それだけで疲れとかですね、まあいろいろ精神ストレスとかですね、食べれないっていうのがやっぱり一番良くないので、しっかりですね胃腸が働いて、そして、ね、かつですねきちんと集中してくれるっていうところから体力増強そして無病長寿のツボと言われてますね。うん、でまあ逆にね胃腸が不調だと、栄養ですね吸収する力が弱まってしまって、まあ、体がどんどん弱っていくっていうことになるんですけど、まあ、そのですね負のスパイラルから脱却してくれるとても素晴らしいツボになっております。はい、でこの名前の由来もですね、足三里と書かれて、まあ、足にあるから足なんですけど、この三里もですね諸説あるんですけど、ただその膝下からね三里五代下っていうその場所的な話もあるし、この三里というのはですね、というわけで体はですね上中下と3つに分ける考えもあって、この三里というのはこの3つ全て、まあ、言ったら全身ですね、上、中、下、全身に効くツボでもあるよというふうな意味合いでも捉えておりますので、先ほど歯槽血の話でね、足三里というのはそのお腹周りにとても効くツボだよという話もしましたけど、まあ、結果は胃腸のですね機能を高めるということは体全身にですねとても効果がありますので、本当に、足三里ね、うん、聞いたことあるとてもポピュラーなツボだとは思うんですけど、まあ、こういったものはねやっぱり基本が大事といいますか、王道ポピュラーにはですねその王道になるゆえんっていうのがやっぱりありますので、まあ、そこは無視できないかなと思いますし、あと私もですね、まあ、治療面では足三里はよく使うんですけど、鍼灸師の治療の中でどのツボを使うっていうのはですね、料理の味付けっていうのがとても似てるなって日頃から思ってるんですけどね、ツボでもですねちょっと悪の強いツボというか、ちょっとこうナンプラーだったりねカレー粉だったりみたいに、それ入れちゃうともうその味になっちゃうじゃないかっていうようなツボもあれば、その万能だね、まあ、常に使うようなツボもあって、足三里は本当に、まあ、料理のスパイスで言うなら本当に塩コショウみたいな、ツボでして、絶対にね何かこう下味をつけるとかね、こう料理 そのベースとなるようなね、その出汁を取るとか、ね、そういう本当にこう体の土台となるし、まあ、万能であるし有効であるというようなですね、もうこれ塩コショウみたいにこれがないと料理始まりませんよというようなツボだと思いますので、ぜひですね本当に足三里、まあ、今日3分でやりましたけど、このツボはですね、まあ、疲れた時とかはねいくら押してもらってもいいと思うので、特に、疲れた時にですね押してもらうだけでも全然体調が変わってくると思いますので、ぜひ試してみてください。はい、ということで本日は以上となります。どうぞ。
まあ、樹齢